はい、どうもみなさん、こんにちは。こんばんは。BC スウェル所属、ワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルこと、ふみやっちょと、サポート担当のレックスです。そして、コーチの朝倉です。よろしくお願いします。今日はですね、この朝にも入れちゃってですね、3人でこの USG 対 RRQ をね、 はい、見ていきたいとそしてまあなぜちょっと USG がですねちょっとまあ負けてしまったのかっていうところもですねちょっと徹底解説していけたらななんて思っておりますはい掘り下げちゃうぞそうちょっとまあね先にちょっと結論も言ってしまいましたけれどもちょっといろいろ見ていけたらなと思っておりますはいお願いしますよろしくお願いします、えー、でまあまあまずバンピックからまあ見ていきますかうん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  まあでもこの,、まあ、この4ピックの盤はまあ割と順当かなとそうですね、はい、結構、世界大会でよく見た万引かなと、うんまあ、ユーミー、ね、セナ、ジェイスあたりはまあ安定の盤ていうところで、まあ、カルマっていうのはやっぱりまあまあフレックス取れるっていうまあサポーだったりエリシャテミットのフレックス取れるっていうのと、まあ、あとサポートでカルマを運用したときに結構 APC とか流行ってて、まあ、ビルドもルーデン初手からいけちゃうみたいな。 ここもあって、やっぱダメージが出すぎ、サポートなのに。確かにそうっていうところがまあ強いから、まあ、バンかなっていうところで、あとでイレリアはちょっと、イレリアだけはちょっと、まあ、なんなのかなっていうところもあるんですけれども、まあ、ジャングル運用でね、がねナーフで弱くなったっていうのとね、まあバロンだと結構、リクバリしにくいかなっていうところですね、で、まあ、シンジド・バンは安定ですと。で、まあファーストピック、ルシアンですよね、まあ、今、パッチね、強いですからね。確かに うん、これもまあエディミットのフレックス見れるしっていうところで、まあ、順当でで,でこの高校のねこの後期カジックスはもうねこの世界大会見てた方はもうねもう見た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 と思ってると思うんですけど <laughs> 何回見たことかんとねそうこれ強いんすよねめちゃくちゃそうまあジャングルカジックスが強いっていうのと、ね、やっぱ後期のねやっぱフレックス効くっていう部分とやっぱオブジェクトファイトが強いっていうところでね,ねでちょっと一回止めてもらってもいいですかここはい イリーシンっていうのはやっぱカジックスのまあねジャングルでこう会った時にファイトして勝てるっていう部分もあるし結構まあねあのー、序盤からテンポを作りやすいキャラクターっていうところでまあ、強いかなっていうんですけどこの USG このベイガーですよねやっぱ見どころだったのは確かに特殊なピックではあるよねうんなんか他のやっぱりチームとかも全然ベイガーっていうのは取ってなくてうん そうなんでここの USG の狙いが何だ,とかな何だったのかっていうのをちょっとまあね見ていけたらななんて思ってますよお願いしますお願いしますまあレ例がまあ度重なるバフがあってねうんそうですね,、うん、っすねやイベントライズのサン、えー、スキーの CC がね非常に強力だからねそうっていうところでですねやっぱ、まあ、まあその辺は後から触れますか今触れちゃいます触れちゃいます <laughs> 戦闘中触れられないかもしれないからね、もし <laughs> かしたら。まあやっぱね、ミッドに AD を置いて、サポート、ADC a、ドラゴンレイのところに APC を置くのが、まあやっぱ流行ってるっていうのと、やっぱこの後期カジックスっていう構成、山ほど見てると思うんですよね、USG とかも。っていうところで、結構やっぱドラゴンファイトだったりのオブジェクトファイトで、結構、ゾーンコントロールできる、このベイガーっていうところ。 を取ったのかなっていうのと、やっぱあとリーシンのゴレムのタイミングって非常に強いタイミングで、まあそこでベイが乗るとっていうのも結構非常にダメージ出ますから、やっぱ相手が減少してたらダメージが、HP がね。っていうところで、うんうん、まあちょっとそのサイドでやっぱリーシンのテンポを取りつつ集団戦見たピックかなと思っておりますと。まだそれの回答として RRQ のこのゼドをやっぱナーフされて結構取りにくいかなっていうところ取ったのはうまいですよね、本当に。いやもうこの カージゼド後期ってブリンク持ち出されると結構ベイガーとしては動きづらいよねうん、うん、やっぱり集団戦集団戦がねこうフラッシュだったりゾーニャがないタイミングっていうのがねめちゃくちゃ動きにくいのをちゃんとアラルきは取ったっていうところですよねうん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 まあセカンドバンはまあ割と安定かなとまあ波だった波はね波ルシアン警戒でまあガレンは ちょっっとよくかかんなたであ USG のカミール・アカリもまあまあまあ相手アサシンがいてアカリも取られたくないでカミールでねファイトをまあキャッチベイガーがキャッチされたくないってところですかねあと USG としては1選んだら<で>アカリって結構1にスケールで勝てるんだよねうん、うん 結構スキルファイターでだからちょっとそれもしかしたら支援取りたかったかもしれないねそうですよね USG 支援が得意ピックスからねうん確かにそれをアラルキに取られてでウーコンとグラガス取ってっていうところで相手が最後ステップベースかこのウーコングラガスあれっすよねまあトップウーコンにしてまあリーシングウーコンの流れだったりあと普通に集団戦も強い相手が結構まあ 奥まで入ってこれるっていう構成もあるし、やっぱ集団戦破壊、陣形破壊っていうところを狙ったピックかなと。イエス j は序盤の集団戦はすごい強そうだよね、カジックスとかがスノーボールする前はもうめちゃめちゃ強そう、うんうん、そうですね、本当に最初のファーストオブジェクトだったり、トップだったりのね、超規模戦っていうのが非常に強い構成だなと。まあ、逆に言うとあれですよね、でも、まあ、スケール力っていう面で言うと。 まあちょっと相手の方が、ちょっとスケールしたタイミングでは早いかなと、RR 級、ね、側の後継の方が、止められないキャラっていうのが非常に多いですよね。ちょとね確かっ,っ、うん、お金が入っちゃうと、もう誰もスピリットプッシュ対応できない、対応しようとするとサイド出て、少数戦負けてしまうみたいな、負けのパターンがちょっと。うんうん、ですね。ってとこでやっぱ <laughs> USG 側はリーシンだったり、ミッドの DPS になるルシアンだったりに、やっぱ金がお金が必要かなと。逆に RRQ 側も、ああ瀬戸を最後に1ピックで取って、エンゲージだったりできるっていう構成は取ったけれども、やっぱこうキーマンっていうのはゼド・カジックスだと思うんで、ここにお金が入ってないと、結構、USG の方が集団戦はまあ序盤強いかなと。 うんそうだねイイししうんいう,うに見えますね自分はまあでも RRQ の方が構成的には結構簡単そうには見えるよねああ、ね、エンゲージもディスエンゲージも結構できて瀬戸の立ち回りを結構変えれるっていうのが、うん、確かに状況に応じて、うん、そうですね でまあ、やっぱリーシン対カジックスなんでやっぱ序盤は当てにいきたいかなとカニをうんスカトルファイトはリーシンしかもミッドルシアンだからね、うん、ミッドの主導権も USG の方があると今映ってるけどねうん主導権がねそうっていうところでカジックスに当てにいきたいかなってリーシンは思ってるんですけどなんかこれうん、うんうん カジがこの青スタートなんですよね結構珍しいねなんかワイドリフトジャングルのルートってずっと赤3キャンプとかね<ー>赤から何かスタートするっていうのが多い、うん、なのにカジが青って感じですねこっからイさんが下3キャンプでカニ、まあ、取りに行く、うん うんうんかで反対側にワード置いてるんでカジの動きは、まあ、分かるようにはしてるって感じですねマイさんあでも今カニにああさっき今マイさん敵のワードうんコントロールワールドがねリバーの天物種に置いてあったあでもここは当てに行きたかったすねリシンはカージックスと狩るの早いですね <laughs> うんこれうまいな いややそこのワード今グラガスがいるあたりのワードでうんカンパされちゃった感じやそういうことっすかねあのカジとしてはやっぱり序盤にリーシンとファイトしたくもないしっていうとこでやっぱ青からスタートして、まあ、見えたらカニ取るで見,らもう見えなかったらもうカニ捨てで普通にもこの赤だったりゴーレム狩るっていうルートにか。 するたアウトスタートだったんですかね、もしかしたら。かもしれないね。ああ、なるほど。だから、もしリーシンが映ってなかったら、そのまま赤羽風の方に行ってたかもしれないね。行かないで、結構リスク。待たれてて、カニ勝ってる途中にリーシン出てきて、削られちゃうと、う結構カジェックスとしては、そうですね、なかなか嫌で、ね、すよね。ここのタイミングで。うん。いやー、あるるきうまいっすね、これ。うん。しかもね、うん、あ、はい。あ ごめんなさいジョマンフリーマッチアップでお金も今同じだもんねうーん確かにそう、ね、しかもねこの青柄から狩ればこの2周目の赤っていうのがオブジェクト前に取れますからねこのオブジェクトファイトっていうタイミングで赤バフ持ってリーシャー持ってない状況でファイト置きますからっていう意図もあるかもしれないですね赤バフ本当協力だからねやっぱり持ってるだけで同じぐらいだったら全然勝てちゃう的に差し掛けて、うん とここ線のウルト飛んできてるけどーうーんそうっすよねーってところっすよねこれはこれちょっと線のウルトがうーんちょっと忘れてたというか緊張であれかもしれないねそう,うせこれちょっと戻してもいいかもしれないですね今のちょっと戻せますちょっと戻せますねちょっとだけこのファイトを切るそうこれウーコンねリコールター見え そう、これ先、そうっすよね、今、トップ、多分シェーン側がプッシュ主導権持っててうん、うんで、リコールしてっていうタイミングでは、ここは仕掛けるのはちょっとまずかったっすね、USG。うん、確かに、ちょっとここはトップのタイミングいなくなったから、うん、シェンが飛んでるよっていうここ。相手のこのシェンを取った意図っていうのが、こう、完璧っていうのと、このエキソ線、うん、エキソ線のエンゲージがこれ。 完璧 <laughs> すぎるというかうますぎる、ね、<laughs> これエクソ戦これもうベイガーのサンスキン捕まれってなった瞬間もう思い切ってウルト使って CC 無効化してたねウルトがアンストッパープルだからね <laughs> 瀬戸のウルトはいやこういうしかもねおごりもよけつつうん、うん、エキソ戦しかもエキソ戦もうここトップ走っちゃってんのよちゃんと早エキソ戦えいエキソ戦 MVP ですね、これ。まるで,でバロンレーナー。<laughs> <laughs> そうですね、まあ、シェンもやっぱここまでシェンのね強み生かされちゃった感じで、しかもこうキルがね入っちゃったところがまずいですよね。あ最初も話したんですけど、これ、まあゼドとカジックスに入っちゃだめでリーシンはやっぱテンポ取りたいからっていうところで、ここ、カジとゼドにキルが入ったのはめちゃくちゃまずいですね、USG は。まずいね これ 2V2 とかになっても USG ちょっと勝てないよねやっぱカジックスが寄られちゃうと、うん、そうっすねこのキルト止めらんないねゼドのうんそうこうまあサイドでねルシアン対ゼドを見合わせといてやっぱりイーシンが先に介入してやっぱヨームの霊剣積んでるのもあって MS 生かしてっていう介入がこう綺麗にいかないのがこれちょっとあるあるかもしれない これはプロシーンであの100回見たやつです<ー>。たやつですねここ、ルシアンでも同じだったけどまあちょっと警戒がね、これ、言われること非常に多いから、やっぱ警戒として、ちょっとそのより右側、ウーコンが歩いてけば、ワンチャンフラッシュで下がれたかもってとこですね、これは、うん。カジックスがウルトで消えても、あれだよね、見えるというか、ギリギリ見えて。 反応できれば後ろフラッシュできて逃げてたかもしれない、ねうん、でここコンボうまいけど、うん、ちょっとオブジェクトにつながらないキルになったそうなんですよねこのあでもこのキルはでもまあ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 負けてる側としてはおいしいけどやっぱこの今エキソセンが体張ったことによってやっぱリーシンウルトグラガスルトあとベイガム切ったかなベイガム切らせたことで、うん、そうこれで 相手、タワーを折ったあとに寄ってくるかもしれないっていうところがあるから、トップレーンの,このタワーを取れないっていうのが、やっぱこう、だからそのエキソ線もなんか体張った価値がある、うん、そうですというか、部分、うん、ありますね、これは。確かにで、ここも、うん。そからギリギリ残るかな、これは。そうっすね、ギリギリ。強気だね、RRQ、やっぱ。 ねやっぱここお金入ったっていうのがね、うん、こうちゃんとこのタイミングってめちゃめちゃトップダイブされるタイミングでこう1回、相手がドラゴンネイのオブジェクト取って D シまでヘラルド取ってっていうところで 1>,、うん、まあ1回、帰ってトップ側にセットアップするっていうのはめちゃめちゃやる側のドラゴンネ側のやつはやる動きで、うん、それちゃんとカバーできてたけど、まあ、マイさん、カバーしてたけどってとこですよね、やっっぱちょっとお金入ったのがきついっていうそうそだだね同じぐららいだったらもう。うん よってそっからもしかしたらファイトで勝ててたかもしれないし、うん、っていうところでもカバーがめちゃめちゃ上手いね逆にあれ舞さん行ってなくて辰木、うん、さんだけとかだったら絶対ライブされててっていうところですもんね、うん、タワーも取られてってなってるからね、うん、でやっぱこういう舞さんのカバーの動きはめちゃくちゃ上手いですよね確かにここミッド先押ししてるしね、うん、でこれまた下でアクションが、うん、そうですねこれもういい動き うまっうちうれしいがだ、シティンが落としきれない。いやーうーちょっと悔しいね、これは。チャーズィ逃げ方うまいね、カジックスも。俺もどうしますこのまま流しますと見ますちょっと。いや、ちょっとこれもう一回見た方がいいですかいや、でもこのタイミングそう、ちょっと話したいことあって。うん。 ちょっとそうっすね。ここそ止めてもらっせ、一回止めてもらってっていうところで。ここでま,ね、まあ、あの、B ン側じゃない、あの、USG 側は、うんうん、えっと、まあ、シェンの瞬心語法があるんで、シェン側でアクションしないといけないんですよね。うんうんうん。そうだね。そう、逆サイドで起きたらやっぱ人数差作られちゃうっていうムーブもありますしっていうので、うんうん、このシェン側でアクションしてるっていうのは、すごい USG 側はいい判断。うんうん。で、 そので、ミッドも、まあ、同じぐらいで押して寄れるタイミングっていうところで、まあ、始まると思うんですよまあそこを前提にちょっと見てもらってで始めてもらっていいですか。はい、行ますなんすけどここもこれチャズですよねこれチャズじゃないエキソ戦ここもエキソ戦なのよあ<ー>エキソ戦こうまあ、この RRQ 側の、まあ、負け筋って。うんうん 今のタイミング先にウーコンが仕掛けることうんうん、うん、ウルトインされてねそうそうウルトインしてでリーシンだったり、まあそのえー、とベイガースリーズベイガーだったりグラガスが入るっていうタイミングめちゃめちゃ良かったんだけどそれをもう先にもうウーコンぶん投げウーコンぶん投げでリーシンをこう先にフォーカスしたっていうのがめちゃめちゃアルルキューの対応がうまい。 うんですよね、ここも。っていうのと、まああのー、ヘルスさあのカジノミリだったりのところを見ると、うん、こう序盤にね切る、うん、さえ取られてなかった、ここはもう、USG 側が勝ってたんじゃないかなって。確かに、このマイ選手のこのインがすごいんだよ璧ちゃんとエクスト戦もウーコン止めてると。うん でまあ、そうグラガスはちょっとまあ、ここねグラガスもあそうだねマイさん守りたい気持ちはわかるけどやっぱりスキル使い切ったりーシーンは見捨ててこのギリギリやれない人たち側におごりっていうのは打つべきだったのかなっていうのはちょっとね難しいけどねやっぱめちゃめちゃめちゃくちゃ難しいですけどねそれ難しいもう<ー>一瞬で判断するのはまあ本当にこれ RRQ の対応がめちゃくちゃうまいっすねうまいね USG 側もほぼ完璧 うん、セットアップはもう完璧だったよね、うん、負けてる側とは思えないセットアップだし、ね、ミクロの部分もほぼ完璧だったけどエクソ戦エクソ戦がエクソ戦がエク止めちゃってんのよねいやうまいな本当にに上がるけど、うん、うまいなあとまあ線ンもタンクで やっぱりりかなり時間稼ぐっていうところを含めるとあの後と闘になるって考えるとベイガーのウルトももうちょっとね,ね柔らかいキャラに残しておくっていうのもできたらめちゃめちゃ良かったかもしれないまあまあ、まあ、それ判断できたら宇宙ですけどね <laughs>、まあ、いやもうこのちょっと負けてる状況で切る取れそうなやついたら打っちゃうよねやっぱり。 これはちょっと構成の強みというか勝ち始めた時のね、うん、いやこのシェーンよね、このシェーンよね、でもこの構成でも、あー、うん、惜しいね。まあ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 、でこのシェーン、本当に強いですよね、このブリンクあるキャラがエンゲージしたタイミングでシェーンウると飛んでくるって。まあもう、うん、レッドチーム、誰に飛んでも、そうですね、本当に。これ別にカジックスでもいいですからね、今のは。うううんうん、うん キル交換としては別に美味しかり<然>いいしね、キルが入って、相手は瀬戸に入りましたもんね。ヘラルドは漏れちゃったかな、あの時間切れかな。ああ、そうな<ー>、うんこれでもちょっともったいないですよね、このヘラルドは。確かに、もう折れるタワーだったしね。うんまあ、さっきの、ね、下の集団戦勝てとけば、タワ、ね、ーマ、まあ、つなげたり、まあ、ミッドにも圧かけれたかもってところだったけど、まあまあまあしょうがないところですよね。しょうがないね、舞さんが上にカ川は行かなかったらもっと。うん 大変なことに辰木さんがなってたかもしれないからただ辰た木さんが倒されて、うん、でキルも取れない舞さんキル取れないっていう感じだったから本当カバーの動きがいいですねでも、うん、舞さんのここねで、うん、この展開だと USG 側の集団戦でめちゃくちゃむずいっすよねこれ。これは集団しないで、ね、多分下タワーの方が よかったかもしれないね。そうですね。これは。だって。こうきが、まあ、掲示持ってる情報もあったからね。だし、これ、ベイカーのフラッシュだったり、ルシアのフラッシュがないっていう状況で、おっと。おっと。いや、でも、まいさん、まあ、まあ。いや、ちょっとでも。ああ。エキソセ戦が。エキソエン戦が。いや、でも、まいさんもうまいね。うまい。 いや、いやエキソ戦だな、でも、エキソ戦マーキー決まったね、コンボが。<laughs> <え> <laughs> いやー、これも、まあ、しょうがないね、これも、まあ、本当でも、集団戦起こさないが、やっぱ、ね、ルシアンがこうしたたは取れとけば、まだ、ルシアンに金入って、で、フラッシュも開いたタイミングで、<え>ワンチャンドラゴンファイトっていうところもね、このこのタイミングだ、でも、まだフラッシュ沸いてないから無理か、まあ、でも、金入るだけで違いますからね、やっぱり。 うわ今のちょっとリプレイなな、いのかか毎回あるからちょ,ちょっと<ー>見たいっと、ね、もう一回見る、あのー、うんあでもいいぜあれリプレイ来そうかなと思ったんですけどあ戻しちゃいましたうん、ナイスここカットであれします、はい、いきなりここ入りますね、はい、0.5で見ましょうか、はい、あじゃあ0.5で見ていきたいと思いますってところなんですけどここからじゃあいきますね ここからもう一回喋ったらいいですかはい、はい、お願いします、はい、じゃあここからちょっと0.5倍速で見ていきたいと思いますああでもこっからスエキソ線が、うん、エキソ線がいってイさんうまいけど<ー>パッケージ宇宙 <laughs> イさんい<や>カジックス引きつけてたいねずっと えー、今、シェンにあてあの1スキル当てて、2スキルでブリンクして、カジックス連れてきてで、シェンに戻ったんですよね、今り麻衣さん。カジックスとして、ただ飛んだだけ、この逆サイドに。だったっすけど、ね、しかも今のパッケージの着き方も完璧だったんで、普通の構成ならね、相手集団、瀬戸が浮くっていううになっちゃうのに、相手のブリンク多すぎて、ゼドもコウキもついてきて、しかもマーキーのもうこうパッケージ1、完璧みたいな。 いやー本当にすごかった今のはでもあの一瞬でエンゲージ判断できるのすごいねそのーウーコンとかも遠いからそうっすねすぐ行こうってなるのがすごい確かにいや本当にエキソ戦のットがもうちょっとパフォーマンスがちょっとちょっと高すぎちゃうね <laughs> うんありがとうございますというところで 再開しますかねドラ終わるところぐらいからいく、ね、じゃあここから再開で、まあ、はいはい、はいはい、じゃあねドラゴンまあやっぱこの構成だまあさっきの集団戦のダメージが出てますけどやっぱもうフラッシュのない状態で後期のパッケージあってゼドいるみたいなタイミングだとやっぱもうベイガーがダメージ出せないですよね普通に前もちょっと前行ったらすぐやられちゃうしねう やっぱ綺麗な陣形で戦わないとエしスきついですからねこれはああわあっすねこれちょっともしかしたらいるかもっていうのが伝わってなかったかもしれないねそうっすね、まあ、やっぱもうこのね状況でやっぱ先に仕掛けられちゃうとセットアップされてまあ そのキャッチはまあしょうがないってやつでですよね、うんでまあ、序盤、大事な USG の構成でまあもうこの展開になっちゃったんだったらやっぱもうギブできるところはギブしてもう逆サイドでやっぱりタワー取ったり、まあ、オブジェクト取ったりして、まあ、バロン相手が背負った状態でワンチャンとかエルダーワンチャンって感じのしかちょっともう USG としては厳しそうかなと。うん、何かを 捨ててーっていうところを繰り返しやって、うん、後半 CC でワンキャッチっていうところを狙うしか、うん、まあかやっぱりあのまあリーシンのキックとかイベントホライズンでグラガスとかまあ CC チェインが結構きれいに決まると思うんですよなんでまあちょっとねどっかにこうまあポジション取ったりしてまあ前と敵だったりをキャッチしてちょっとずつお金稼いで相手に有利取らせないっていう動きぐらいしかうん、うん うんで、まあ、来たるタイミングで集団戦を起こすぐらいしかちょっと USG は厳しそうかなこのお金さは。マイさんがめちゃめちゃいい動きをしようとしてて、うん、負けてる時自分のジャングルのワードっていうのはでワードしてワン,そのワンキャッチを狙うみたいなのをやろうとしたんだけど、うんね、通常のセオリーだったらそれはすごいいいんだけどあの状況、うん、ウーコンラークさんがこっち側寄ってるのにもかかわらずやっぱシェンっていうキャラがね いるからラフター前のワードを壊すのに前に進めないっていうおおおお。もっともっとこれ早くないかさすがに近くになかったぞ今のそれが強引だねすごいいやこれ集団戦になるのヤバすぎいやすごいなあカジックスがチャズチャズいい おーギリギリエル,いやーエルス管理がでアグロピンポンうまいねいやうますぎるな今な <laughs> それ集団戦になるのやばすぎませんその辺<ー>エクソ戦,クソ戦は何が見えてるんだ一体あそうゼロ寄ってきてんのかもうああそうだねカジックさん俺なしでもいけるよみたいなでもそう終身後方で一人は来れるしいやえっグ、うん、いやこのもう全部吐いた後のカジックスが一番強いって いやもうポンポンするだけだからね、もうこれ <laughs> 止めれへんねこんなん言うといてや、先にあ<ー>あ<ー>いや、これ家事も生き残るのやばすぎでしょ。いやー、うまいな。やいすぎでしょ。いや、ファブリックウェアング盛り上がるよ、これは <laughs> これは盛り上がるよこ。<ー>これはそうよ、同じよ、今。<ー>いや、集団戦のビジョン見えすぎかい、基礎戦。いや、すっごいね、判断が。 どうしたっていうエンゲージしたけどね、今。これ、ソロランクでやったら、ハテナピン。あれもついてこう、今の。いや、うまいな、RRQ。おーああ、でもいい。おいいし、し、し。これよ、これよ。これで一瞬でね、これがエクソ戦だとまずいっていう感じだよね。エクソ戦以外でやりたいですね、これ。 これやっぱイベントホライズンでキックでっていう、やっぱこの、めっちゃ強いですね、この構成のこのワンキャッチは。うんっていうところで、やっぱこう、序盤勝ってないと、やっぱこう、オブジェクトの先のセットアップっていうのができてないと、この形取れないと思うんで。怖くて前出れないよね、うん、先にしか取られて。うん、序盤勝たないと。レイガーが生きる立ち位置じゃないといけないですから、ね、そうね、やっぱ序盤がちょっと,ね,とね。これちょっとサイドに敵振りたいよね。まあ うんそうですねやっぱ負けている側ミットは取れないですよねうん攻撃がいいからちょっと取れないからたつきさんの方にちょっと行きたかったかなって個人的には確かに確かにこれ青側の視界これだけ綺麗に取れててバロン側の視界取り返して今カジクソキル取ったってところでそうですねここもう一回ゼロキャッチできとけば美味しかったですね、うん、確かに吉山にキルを少しでもね入れて うん、チェア時間も伸ばせるし、カウンターの動きも取れるし。で、ドラゴンファイターちょっと厳しいもんね、もう相手5人上がっちゃうと、うん、なかなか。そうですね。だし、まあ、エルダ以外はもうちょっと無理かなっていうところで。でも,もう視界の取り返しめっちゃ綺麗ですね、今のこの上側の視界も。うん、うん綺麗だね、確かに,綺麗に取れてるここからコントロールワードかいや、そう、これ最強だね。<ー>これ最強だね。見えないね。視界がない。 USG はそうあの視界破壊できないですもんね絶対ーおーマイさん逃げれそうじゃない,いやお<っ>なうまいそれ逃げれるんだウルトも使わせたねしてんのうん。うんでこっからすぐ触るのかなまあそうっすよねリーシンキック落ちちゃったらもう無理、ね、カジックス早いね <laughs> いやいいな,ない,いやこれ、ね、しかも怖すぎるこの視界の中はいや入っていけないねこれ まあ,まあまあしょうがないも、まあギブっすよねさすがにこれはまあ履進キックないともうゼドウが入ってきたので確定で落とされちゃうし一人集団戦人権っていうのもぶっ壊れると思うんで、うん、お,おあでも大丈夫そうまあ,ま,あまあこれは様子見というかーがお<ー>ああこれ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 ああうまいそれそれいさんそれをああ まあでもこういうことがしたいんだなっていう集団戦っての分かりますよね。構成の意図的には。イベントホライズンでやっぱグラガスだったりリーシンでこうぶち当てて1枚落とすっていうところ4対5ですよね、これ。あ<ー> <laughs>、まあ、もうゼドのウルトのクールダウンが早いね、もう。<laughs> いやまあまあまあ、そうそうです、ね、育ちすぎっすよね。これはちょっと。うん、これちょっときついね。 USG の構成結構ウェーブクリアがあんまり強くないからね確かにベイガーも育ってないしねそん,なにうん、まあ、ベイガー自体も射程短いしルシアンも射程短いしうーんあー早いもう入れたがってる、ね、あもう上がってるでもさすがにそれは落ちないけどでももうタワーがねあーちょっとちょっとお金さですねこれは俗に言う <laughs> ううん 一枚落とし USG も中盤とかの会社とか視界の取り方っていうのは全然良かったと思うけやっぱり序盤があんまりね序盤お金入っちゃったところが悪かったというかこうなったら本当にもうエルダワンちゃんしかエルダーまでにやっぱ全部サモスクとかも任せたいただこ、ね、う逃げ遅れたいてちょっと狙ってるかなでもメイガーがの後ろにあ<ー>あ持ってあげて <laughs> いやこれはもうちょっと厳しいね,いね。さすがに。やっぱ先に重要なキャラ落とすか引きながらみたいなのがちょっとできないとあれだよね。うん、ねいろんな角度から敵が来ると。そうですね。やっぱベイガー取ってるっていう段階もありますし、こうやっぱ相手と自分の自陣なんて言ったらいいですかね。ゾーンがこう一個の直線になってるような状態じゃないと集団戦を起こせないですよね。ね SG 側うん。 ちょっとリーシンキックはやっぱもうゼロとかに使ってあげないと、ねうん、ダメージが出せなさそうではありましたね、今の最後の、うん、まあ言うて、まあ、こうなった序盤がよくなかったっていうところで、うん、そうだね、うんまあ、しょうがないかなっていうふうに。全然、ね、実力的には、ねうんあの、集団戦の実力みたいなところだと負けてないと思うんで、頑張ってほしいですね、USJ はい、それではですね、まあ、総評の方に入らせていただきたいと思います。はいはい、そうですね、まあ、やっぱ USG 側の構成だったり、このベイガーピックっていうのは結構珍しいピックだったと思うんですけれども、そこの、まあ、どういった集団戦がしたいか、やっぱイベントホライズンから、おごりだったり、竜の,、ね、ウ,のウルトの竜の怒りでしたっけ、みたいなのを合わせるっていうところで、ワンキャッチ取って、やっぱオブジェクトだったり取っていくっていう構成が見えて、まあ、非常に良かったかなと思ったんですけど、やっぱ RRK の対応もうまかったなと、うん、っていうのが。 思まあ、思いましたっていうのでとですねあとこのターニングポイントになったのはまあやっぱりあの、まあ、5レベルのところですかね、えー、やっぱりリーシンの仕掛けからってところでやっぱシェンのカウンターが入ったところかなと思っておりますうそうですねここをやっぱり狙いとしては結構良かったんですけれどもやっぱシェンと逆サイドを狙ってしまったっていうところですね もうここのもうミクロ的には本当に問題なかったんですけれどもこのねキャッチをシェントの逆サイドやってしまったせいでやっぱ人数差できてこう回収されてで相手のこの構成で強みであるゼロカジックスにやっぱ1キルと2キルが入ってしまったっていうところが本当にターニングポイントになってしまったかなと確かににそういういい自分は思いますととちょっとタイミングがね。うん あまり良くなかった、ね、ねやっぱここリコールしてるっていうところをねやっぱりうまく伝えれればなっていうところでしたね。うん、っていうところで <laughs> まあやっぱり RRQ 側もめちゃくちゃうまかったですけれどもやっぱ USG 側も本当にまあこう、まあ、負けたとしてもですねやっぱその負けを広げない動きだったりとかやっぱこう序盤から有利を取りに行く動きとか本当によかったと思うので。 まあその辺とかねやっぱ USG 修正するのめちゃくちゃうまいと思うんですよ。うん確かに。そう、世界大会もまだ終わったわけじゃないですし、うん。はい、っていうところでやっぱもう次の試合にどんどんも期待して応援して、うん絶対勝ってもらいたいなと。頑張ってもらいたいですね。とい,、ね、いうところになります。2試合目の方は、私、レックスチャンネルの方での動画が上がっているので、そちらも見ていただけたらと思います。 世界大会のウォッチパーティーの動画は BC2L の公式チャンネルの方で上がってるんでそちらも概要欄の方からチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。うんはい、はい。それではね、ご視聴ありがとうございましたというところでチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。うん、はい。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは、<laughs> うん、バイバーイ,バイ,バーイ